お疲れ様でーす。いやーですね、ずっと釣りしてたんですよ、今日。釣りしてました。寒くて寒くて、まだ4時半なんですけど、腹が減ってきて、なおかつ、ホットロットに寄ってます。ネットに注文して、今待ってる状況なんですよね。ホットモット。見てください。見ても変わんないですけどね、ここの駐車場でずっと待ってますね。いや、今日はですね、昨日兄が来ると思ったら今日兄が来るんですよ。それですごい奇遇だったんですよね。なんか兄弟の縁みたいなものを感じたんですよ。兄がですね、まあめったに LINE してこないんですよ。1ヶ月に1回も LINE してこないんですけれども、初めてですね、今その福岡市の上飛んでるっていうことで LINE 送ってきたんですよ。それでですね、私那田漁港で釣りしてて、で釣りが終わってこのプリウスの中にいたんですよ、帰ろうと思って。それで LINE が来たので、何気なくですね、上見たら JAL が飛んでたんですよね。あれ、これかなと思って写メパチッと撮って送って、 JAL だったら今見てるよっていう風に送ったんですよ。そしたらそれだったんですよね。びっくりしましたよ。いや、こういうこともあるんだなと思いましたね。まあ、めったに LINE は来ませんし、それで飛行機乗ってて今福岡の上空だっていうのは生まれて初めてなんですよね。で、そういうこと言ってきたのが、それでたまたまこう目にしたのが JAL で、実際兄が乗ってる飛行機見えましたから、まあなんか本当に変わった感じがしましたね。変な感じがしましたね。まあこれが兄弟の何か、まあ縁というか何かあるんでしょうね。まあそれを感じました。ええ、それはまあいいんですけどね、別に。今日思ったのがですね、やっぱりですね、顔ですね、顔、フェイス。私釣り終わってこうボケーっとこの鏡見てたら、バックミラー見てたら、なんか抜けた顔だなと思ったんですよ。髪ボサボサでもう真っ白だし、それなんか覇気のない顔やっぱしてんですよね。最近サラリーマン時代は結構しっかりした顔してたと思うんですけれども、今は本当に覇気のない顔してて、なんか必要なものが抜けてますよね。どうして横に止めるんだろう、車横に止まりました。なんか必要なものが抜けてるんですよ。で、それを感じた時に、いや、これじゃいかんなと思いつつも、まあ抜けてるっていうことは、まあストレスもないからいいのかなとも思ったりするんですよね。だからここら辺が、まあ、かなり微妙なんですけれども、まあ、自分の顔にはやっぱり責任持つべきだなっていうふうに思いましたね。で、一番直近で思ったのが、皆さん、博多駅の事件ご存知ですよね。38歳の女性、今日誕生日なんでしたっけ。今日誕生日で39歳になるんですかね。あの女性が博多駅の近くで亡くなりましたよね、刺されて。すごいなんかショッキングな事件で、それでですね、まあ事件があった場所って本当に博多駅から近いんですよ。で、人通りはまああそこは一本入ってるのでそこまで多くないんですけれども、普通に昼間っていうか夕方だったらあるはずなんですよね。昼間も人通りありますし、夕方もそれなりにはポツポツとあるはずなんですよ。あそこで犯行が行われたっていうのをまずびっくりして、で、犯人が捕まりましたよね。任意同行して、それで事情聴取にあれ認めましたよね、犯行を認めましたよね。だから、まあ、彼が犯人だとは思うんですけれども、まあ、まだ31歳の方ですけどね、彼はですね、顔見てくださいよ。これ言ったら怒られるかもしれないんですけれども、やっぱり顔に出てますよね。犯罪を犯す顔って言ったらちょっと語弊があるかもしれないんですよ。語弊があるかもしれないんですけれども、やっぱり切れやすい顔してますよね。明らかに見て切れやすい顔で、それでこの人を怒らせたらやばいなっていう感じですよね。まあ中にはですね、
こういうグワーって怖い顔してても優しい人っているじゃないですか。だから一概には言えないんですけれども、大体当たってますよね。私が歩んできたっていうか、まあそれ偉そうな人生送ってないですからね。私が過ごしてきた中で、この53年間の中で、私のこれ悪い面もあるんですけれども、悪い面でもあるんですけれども、顔でその人のある程度の性格を判断するっていうところがあるんですよ。それがですね、そういうのって意外と8割以上当たるんですよね。例えば女性で、この人きつそうだなと思ったら実際きつかったり、いやめちゃめちゃ優しそうだなと思ったらやっぱり優しいんですよね。そういうのって実際ありますよね。それで友達の中でも、まあこいつとは合わないなって、この人っていうよりもこいつとは合わないなっていうのが今までも何人かいたんですけれども、そしたらですね実際合わないですよね。で上司でも仮にですね、あこの人優しそうだなとか、この人と会うかもしれないなっていう顔ですよ、まあ喋り方とか声っていうのも確かにありますけれども、私第一印象でパッと顔見てこの人とは仕事の上でも合わないなと思ってたら大体合わないんですよね。で性格悪そうだなと思ったらその人やっぱり性格悪いんですよね。それ本当にありますよね。だから本当人は自分の顔に責任持たないとダメだってよく言いますけれども、これは本当にそうですよね。ただ自分がどう思ってるかっていうか、まあ、自分が思ってる顔つきと他人が見た顔つきってちょっとイメージが違いますよね。変わりますよね。私は今これ本当に抜けたボケーとした顔してるんですけれども、まあほとんどの方がそういう認識持ってたと思うんですけど、違う風に見てくれてる人も多分いますからね。だから自分がどう思うかっていうよりも他人が見てどう感じるかっていうのがやっぱり重要ですよね。これ当たり前の話ですけどね、当たり前ですけれどもそれがすごい重要になってきますよね。まあ自分がどう思われてんだろうって気にしすぎはまずいんですけど、私の顔どう見えてるんですかね。それはすごく感じます。性格悪そうに見えてんなとか、例えばそう見えたら悲しいですからね。皆さんがそう見てるっていうことは、私のが日々こう暮らしてるでコンビニ行ったりいろいろ会う人もそういうふうに思ってるっていうことですから、ちょっと悲しいですよね。今日はちょっとそういうこと思いましたね。内容は全くないんですけど、なんか博多駅のその事件見て、それでやっぱり人は顔に出るなっていうのをつくづく思いました。本当に怖い顔してましたし、切れやすい顔してますもんね。だからやっぱり付き合いっていう上では顔で判断しちゃダメなんですけれども、やっぱり自分が合わないなと思う顔の人とはやっぱり付き合っちゃダメですよね。付き合いって男女の関係じゃないですよ。当然男同士のこの遊び仲間っていう意味の付き合いもあるんですけれども、それすごい感じました。まあ本日は以上です。真横にですね、車止められて駐車場広いのにすごい喋りづらい中喋ってるんですよね。最近なんかそういうのが多いんですよ。まあいいです。すいません、失礼します。